ハニュー・ユズルの章が巻き起こす、臨時列車、宿泊費10万兆の驚異的な経済効果。11月17日の離婚発表以来、ハニュー・ユズルの名前は常に注目の的となっています。これには、100いつか離婚というキャッチーなワードが一役買っており、月をまたいでも関連記事が絶えません。ハニュー・ユズルはかつて炎上知らずの存在でしたが、離婚に伴う騒動が彼の周りに異なる反応を呼び起こしています。 婚姻期間の短さやお相手への気遣いから来る決断にもかかわらず、自分勝手との批判的な声も浮上しています。しかし、羽生ゆずは自身の29歳の誕生日に新たな展望を示し、写真集とカレンダーを発売しました。彼のフィギュアスケートの実績に裏打ちされた言葉、この先も前に進んでいきますが示すように、彼は前に進む決意を固めています。 羽生譲るのプロスケーターとしてのキャリアは順調で、現在は3度目の単独公演ツアー中。来年1月には下がレの公演が控えており、九州全体でハブフィーバーが巻き起こっています。チケットの高騰やホテルの宿泊料金の急上昇など、彼の賞がもたらす、異例中の異例な経済効果について、様々な事象が展開しています。異例中の異例、羽生譲るの注目度急上昇。 11月17日の離婚発表以降、羽生譲るはメディアとファンの注目を集め続けています。その注目の一因となっているのが、百五日離婚というキャッチーなワードです。このワードが引き起こした興味は、月をまたいでも関連記事が絶えないほどのものです。羽生譲るはかつて炎上知らずの存在でしたが、今回の離婚騒動が彼を取り巻く環境に異なる反応をもたらしています。羽生譲るの過去と現在、 かつてフィギュアスケートの世界で羽生結弦はほぼ炎上知らずで、否定的な声は大好きな、プーさんをめでる姿などがあざといとされる程度でした。そのフィギュアスケートの実績は、稲が王でも圧倒的で、何か問題が発生してもほとんど影響を受けませんでした。しかし、今回の離婚騒動は婚姻期間の短さもあり、お相手への気遣いから来る決断であったとはいえ、一部からは、 自分勝手などと批判的な声も上がっています。羽生譲るの29歳の誕生日と新たなスタート。羽生譲るは12月7日に29歳になりました。この誕生日には、離婚発表の文章にあった、この先も、前に進んでいきますとの言葉通り、新たなスタートを切りました。写真集とカレンダーの発売もこのタイミングで行い、彼の前向きな姿勢を示しました。彼のプロスケーターとしてのキャリアは、 22年7月にプロに転校して以降順調に進み、現在は3度目の単独公演ツアー中です。佐賀公演のチケット高騰と九州全体のハブフィーバー。羽生譲のショーのチケットは通常、抽選販売となりますが、佐賀公演ではアリーナの収容人数が1万人に満たないため、特に大激戦となっています。チケットのリセールサイトでは、 2万8千円のアリーナ席が10万から15万円で落札されています。最上位の3万円のプレミア席は10倍以上の値付けでリセールされており、異例の状態が広がっています。佐賀を含む九州では、ハブフィーバーが巻き起こり、公演前夜のような状況となっています。佐賀のホテル宿泊料金の跳ね上がりと臨時特急列車。佐賀での公演が行われる1月の週末には、ホテル宿泊料金が跳ね上がっています。 さあが、アリーナ周辺のホテル数が少ないことから、交通のアクセスが良く、商業施設も多い福岡、博多のホテルを選ぶ人が増え、通常の週末と比べて1万から2万円程度上乗せされている状況です。ホテルの予約状況は非常に混み合っており、部屋自体も残りわずかとなっています。そのため、一部の高級な部屋しか残っておらず、10万円程度の複数人で泊まれる部屋も見つかりにくくなっています。 予想される熱狂に備えて、JR 九州は、サーガアリーナでのイベント開催に伴う臨時特急列車運転のお知らせを発表しました。佐賀駅から博多駅までの臨時特急が走ることになり、これは JR 九州の路線でのイベント開催時に異例中の異例の措置となります。23年の騒動から見える、24年の大きな経済効果。羽生結弦にとっては初の騒動となった、23年。 24年は、これまでにない大きな経済効果を生む騒動で幕を開けそうです。ハブフィーバーが各地で続く中、彼のショーがどれだけの経済効果を生み出すかが注目されています。羽生譲の新たなショーへの期待。羽生譲の離婚騒動は彼の人生に異例中の異例の出来事となりました。しかし、彼は自らの29歳の誕生日で示したように、前向きなエネルギーで新たなスタートを切っています。 フィギュアスケートの舞台裏で培った実績を背景に、彼のプロスケーターとしてのキャリアは着実に進んでいます。サバでの公演をめぐる騒動は、彼の人気を示すものとなっています。チケットの高騰やホテルの宿泊料金の跳ね上がり、さらには臨時特急列車の運行まで、ハブフィーバーは九州全体に広がりを見せています。これは彼の存在が単なるアスリートを超え、 エンターテイナーとしての側面も大きな注目を集めていることを物語っています。佐ガの一大イベントが巻き起こす異例中の異例な状況は一時的なものであるかもしれませんが、羽生譲がもたらす経済効果は一般的なスポーツイベントを超えています。24年にはこれまでにないほどの大きな波紋を生むことでしょう。羽生譲のファンや関係者、そして興味を持つ人々は、 彼の新たな賞に期待と興奮を抱えています。彼がどのように人生とスケートの舞台で輝き続けるか、そしてこれからどのような影響を与えるか、それらが注目されています。羽生結弦の未来に対する期待が高まる中、彼の舞台裏にはまだ見ぬ可能性が広がっています。